視聴者の皆さんようこそイグレーシャニクリストザバイブル日本語編へご存知の通りイグレーシャニクリストもしくはキリストの教会は伝道布教活動に力を注いでいますこの聖なる任務はとても重要ですなぜならこの任務を通してすべての人に神様の御言葉を伝えることができるからですしかし多くの人たちは他の人たちは 私たちがなぜこの聖なる任務に全力をもしくは力を時間を注いでいるのかと疑問に思っていますなぜなら彼らにとって最も大切なことは正規を立てるためなどこの世の問題を解決するためなどまた自然災害や病気に備えることが最も大切だと思っているからです確かにこの世で生きている限り私たちはたくさんの問題に出会いますしかしそれらの問題よりも 解決しなくてはならない優先しなくてはならない手遅れになってはならない最も大変な問題がありますすべての人間にとって最も深刻な大変な問題とは何でしょうかローマ7章24節でシトパウロがこのようにおっしゃっています私はなんと惨めな人間なのでしょう 死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかどうしてシトパーロは私はなぜ惨めなのだろうかと言ったのでしょうかそれは食料や医療もしくは住居などのこの世で基本的に必要な生活必需品が不足しているからでしょうかいいえ違いますなぜならシトパーロは次の説で死に定められたこの体から 誰が救うことができるだろうと言っておられるからです実際使徒パウロだけではなく私たち全員がこのような惨めな状況に陥っていますそれはなぜでしょうかなぜなら他の説を読むとすべての人間が罪を犯したために神様主イエスキリスト以外の人間を死に死の苦しみを味わうという決定を下されたからですですので死の苦しみを味わうことが 人にとっても最も深刻な問題なのですしかし私たちの呼吸が停止することでその深刻な問題が解決されたと言えるのでしょうか一体どの死のことが人の最も深刻な問題だと言っているのでしょうその答えは目白録20章14節から15節でこのように書かれています 死も読みも火の池に投げ込まれたこの火の池が第二の死であるその名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれたですから人の最も深刻な死とは第二の死のことですその第二の死とはどういう死なのでしょうか他の説を読むとそれは永遠の罰もしくは永遠の 死ですですからその解決策は何でしょうか永遠の命ですその永遠の命は誰に与えられるのでしょうか先ほど読んだ説によると命の書に名前が書かれている人たちです主イエスキリストは永遠の命を誰にお与えになるのでしょうかヨハネ10章27から28節で 私たちにこのように教えています私の羊は私の声を聞き分ける私は彼らを知っており彼らは私に従う私は彼らに永遠の命を与える彼らは決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことはできない主イエス・キリストは私の羊に 永遠の命を与える彼らは決して滅びないとおっしゃりましたですから主イエスキリストが彼ご自身の羊として認識されている人たちに永遠の命をお与えになるのですキリストがご自分の羊として認識されている人とは誰のことなのでしょうか先ほど読んだ説で私の羊は私の声を聞き分ける私の羊は 私に従うと言われましたですからただ自分たちがキリストに属していると言っている人たちがキリストの羊というわけではありません本当のキリストの羊は彼の声を聞き分け彼の指示に従うのですですからキリストの羊たちはキリストの命令に従うのです誰がキリストに従うキリストの命令 羊なのでしょうか彼らが従うキリストの命令とは何でしょうか先ほどヨハネ10章27から28節を読みましたが今回は7節と8節を読みますこのように書かれていますなのでイエスはまた言われたはっきり言っておく私は羊の群れのもんである 私は門である私を通って群れの中に入る者は誰でも救われるキリストの羊たちが従ったキリストの命令とは何でしょうか主イエスは私は羊の群れの門である私は門である私を通って群れの中に入った者は誰でも救われるとイエスは言われました。 キリストという門を通って入った人々はどこにたどり着くでしょうか先ほど読んだ説である群れにたどり着くと言っていますこのキリストの命令に従った人たちは何を受け取りますか先ほど読んだ説で彼らは救いもしくは永遠の命を受けることができるのですですから視聴者の皆さんこのキリストという 門を通って、入った人たちがたどり着く。群れとは、何のことでしょうか。使徒言行録、二十章、二十八節。ここに、このように、書かれています。どうか、あなた方自身と、群れ全体とに、気を配ってください。聖霊は、御子が、御自分の地によって、贖い取られた。 キリストの教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのですキリストという網を取った羊たちが存在する群れとは何のことでしょうか聖書ははっきり言いましたその群れとはキリストの教会のことですですからキリストの教会に入ることが人にとっての 最も深刻な問題を解決する方法なのですなのでキリストの教会がキリストがお救いになる教会であり私たちキリストの教会のメンバーが裁きの日に永遠の命を受け取ることができるのですこれが理由で私たちキリストの教会のメンバーは全力で伝道布教活動を行っているのですですからどんなに日々の生活に追われていても この教会に入りこの教会に留まることはとても大切なのですしかしそれはなぜでしょうか救いについての話をするときどうして救いを後回しにしてはならないのでしょうかコリントの第二の手紙6章そして2節でシトパウロがこのようにおっしゃっていますなぜなら恵みの時に 私はあなたたの願いを聞き入れた救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時今こそ救いの日ですので私たちのうち誰でも救いいを後回しにしにてはいけませんなぜなら今読んだ説でこのようにはっきり言っていました。今こそ救いの日だと 明日でもなく来週でもありませんそのように聖書は教えていません生活が安定してから救いのことを考えるとはいう考えは間違っていますなのでどんなに忙しくてもどんなにいろんな問題が立ちはだかっていたとしても救いを後回しにしてはならないのですただちに私たちは自分たちの救いを確かにしなければならないのです 実際主イエスキリストは救いを後回しにしてはならないとどのように強調されているでしょうかルカ13章23節そして24節で私たちの救い主はこのようにおっしゃっていますすると主よ救われるものは少ないのでしょうかという人がいたイエスは一度に言われた狭い戸口から 入るように努めなさい言っておくが「入入ろうとしても入れないい人が多いのだ主イエス・キリスト」はこの説で「狭い戸口から入るように努めなさい」「入りたい人がいても多くの人が入れないのだ」と言われました。このキリストの言葉から群れであるキリストの教会につながる「キリスト」というもん もしくは狭い戸口に入ることの重要性がとても感じられます仕事を頑張ったり勉強を頑張ったりもしくは自分の将来のために頑張ることはとても大切ですそれは決して悪いことではありませんしかしそれらのことよりももっとちゃんと優先しなくてはならないものがあるのですそしてそれはキリストという門に入ること狭い戸口に入ることなのです 人たちはまた救いを後回しにしてはならないとどのように教えたでしょうか。シトパーロはフィリペ3章14節で私たちにこのように教えています。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。 皆さん気づきましたかシトパウロは賞を得るために目標に向かってひたしら走れと言われましたそれはどういう意味かというとレース中に集中を切らしてはならないレース中に速度を落としてはならない何より途中で危険をしてはならないという意味ですそれは神がキリストイエスを通して上に召され賞を 獲得するためなのです神が上に召されるとはどういう意味なのでしょうかそれは救いもしくは永遠の命を私たちが受け取れるという意味ですつまり私たちの最も深刻な問題を神様が解決してくださるのですそれゆえ使徒パウロのようにスピリチュアルなレースにおいて目標 もしくは救いに向かってひたすら走り続けましょう視聴者の皆さんこのためにこの真理をただ聞き流すだけで終わらせないでください後回しにせずキリストの教会に自分自身の身を置きましょうこれが神の御心であり主イエスキリストと人たちが教えた真理なのですイグレーシャニクリストザバイブル日本語編をご覧くださり 本当にありがとうございます。